やばい、盗塁の必勝本小平くんから来ました。何小平くん、マジ有能すぎだろ。改めましてどうもこんにちは、池近です。今日も栄冠内やっていきたいと思います。甲子園大会に出場したい。黒土になった、素晴らしい。小さく新聞に載りました。でも強豪校と呼ばれるようになったんだからね。こら、そういえばこれでスカウト行ったら結構広がってるんじゃないかな、地域。よし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 、マジ完璧。盗塁の必勝本ももらえたし、マジ楽しみが過ぎない。よし、頑張っていきましょう。今回3回戦やっていきたいと思います。中井くん、石沢くん、神原くん。神原くんでいこうかな。オーダー組んでまいります。ちょっと今回賭けに出ます。浅村選手スランプだったんで外して、アキパイ戦でサード中井くんでいきます。こんな感じでいきたいと思います。試合開始。白金高校対石見農業でございます。なんか石見農業だから戦ったことある気がするんだよね。気のせいかな。準々決勝、夏の県大会でございます。9日目第1試合でございます。もう9日目やってるんだ、長いね。総合戦力 D、 そんなに強いチームとまだ当たってない。よし、ノーアウト一塁出てるね。さすがギータ。見ていきましょう。徳江くん、田口くん、やっぱ当たってるよね、この高校。当たったことある気がするもん。威圧感強い。ただ、キャッチャー走れるね、これなら全然余裕で。余裕のよっちゃんでいきます。余裕のよっちゃんイカです。余裕のよっちゃんイカ食べたいな。よっちゃんイカ食べたい。ちょっと、てか俺、朝ごはん以外何も食べてないの、今日。お腹すいたわ。まあ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 、全体的にも普通に強いって感じ。5だから走れると思います。走りましょう。外された、外された。ナイス、危ねえ。で、神原くんです。バラカン。バラカン。ミートで流しましょう。流しましょう。ショー。ショータイム。オッケーで。進塁だ。これで1点取ってくれれば完璧。高野くん、チャンス F も、外れたし、点取ってくれたナイス。高野くんだね。さすが高野くん。高野くん、もうちょい打率上げてほしいんだよな。本音を言えば。セーフティーはまだできません。流し打ちできます。進塁だ。進塁だり、進塁だ。ちょっと違うかも、今回。引っ張りな気がするな。引っ張りできます。違った。危ねえ、ショート怖いな。ワンアウト二塁でギータです。ギータで6ってことは、もうこれは、な、あえてミートリックか、今回。ミールドがハマってる。さすがギータ。もう、最高いきます。最高準備しててください、皆さん。最高です。でも今、違うんだよね。この間も言ったけど、今、イエイみたいなマークなんだよね。いきます。最高。よし、神原くんです。あ、続くのか、ここ。引っ張りましょう。インコスヒッター持ってるんだね。そういえば。そういえばインコスヒッター持ってたわ。続いた。続いた。2者連続ホームラン。完璧、場外。場外。完璧、神原くん。で、大道くん、大道くん、どうしようか。速球、あ、違う。大道くん、あれか。バッターか。なんか今、ピッチャーのつもりだったわ。なんでセンター返しあんだと思った。まあ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 。大道くんにはそんな打撃には期待してない。ノーアウト1塁です。ギータか、ここで。走りましょう。外されても、なお走る。で、神原くん、セーフティーはまだできなさそう。ここ引っ張ります。さっき引っ張ってよかったし、引っ張っていい感じの打球を飛ばして待ちます。待て。OK、ナイス。ナイス戦。で、高野くん、才能開花使います、ここも。で、7、7を信じましょう。いや、ちょっとあえてミートでいきます。なんかミートの方がいい感じしない？強振より。だってミートでホームラン打てるもん、今。で、中井くんです。世界に、世界に一つだけの中井。残念。ファイト。盗塁6ってどうなんだろうね。引っ張ります。石沢くん打ってくれ。これ落ちる？落ちないか。いい感じの当たりだったけどね。石沢くん1年生にして3割打って言ってなかなかよ。で、寺岡くんです。ファイト使いましょう。なんか今回引っ張りが立ってる気がする。違うな。1点取られました。1点取られたんならもう大道くん継投できます。今回外角できます。抑えろ。伸びしいなんだ君は。おし、中井くんナイス。いいね、中井くんサードできるじゃん。で、緩急入れましょう。2で中井くんサブポジつけてあげたいな。サードもしっかりと。ナイス。選択肢増えるしね。で、ここ代打出します。うんと、ここ代打誰でいこう。良太郎でいきましょう。代打良太郎。良太郎、行くぜ行くぜ行くぜ。引っ張ります。パーヒ持ちの人には強振の方がいいのかな。くせ者で。77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 
本まで行ってほしいな。二桁乗ってほしい。まあ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 。ここどうしようか。松枝くん行きましょう。松枝くん抑えた。いいね。で、バラカンです。バラカン、ここは、ラッキーボ使いましょう。で、引っ張ります。で、9回今泉くん出して魔物チャンス狙いましょう。おー、
これは走るボールアンチャーセーフ、強襲ヒット、エラーなんだ今の。強襲ヒットでいいと思うけどな。で走れますか、走れませんね。これは流します、流しならなら流します。おお、危ねえ危ねえ、いい当たりだったね。で引っ張りましょう中居君。どうだ中居君、これはどう、入る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 、ノットゴン、惜しい、いい当たりだね。で石澤君です、石澤君流しましょう、石澤君流しましょう、ショータイム、ショータイム、ショー、ノットショータイム、オッケー、転がせ、まあ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 、そういう時もある。お、松枝君いいね、松枝君ピッチャー変えましょうか、ここ、ごめん、出したいんだ。で、山来た、今来た。で、変化球でファイト使います。低めでいきます。あらららら。1年生が抑えてんだぞ。頑張らないと山来た。山来た、もう一人行こう。今泉君は代打で出したい、俺は。行け、頑張って山来た。今来たんだ、お前は。山来た君、ベンチ外説あるな。まあ、強いんだけど、1年生だわ。1年生の能力だもんな。防御率0割の池谷君でいきます。変化球で内角いきましょう。池谷君の方が強いんだよな、なんだかんだ。まあ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 、ゲッツー取ってくれれば完璧。まあ、そういうとこもある。おー、ファーストの動きがめっちゃ速い。まあ、そういうとこもある。で、ここ、ゲッツー狙いで。オッケー、奪三振なら奪三振でいいや。緩急でいきます。フォークをいいところから落としてくれれば、俺は完璧。あ、違うよ。これもう勝利だわ。危ねえ。忘れてた。まあ、勝利までって言われて初めて気づいたわ。そう、9回ねえわ。アキパイセンところ白木くん出して、菊池くんと中井くん変えて、ヤノッチ、スケッチ、ワンタッチ、石亀くんと変えて、浅村選手ファーストで出しましょう。で、今泉くん出しましょう。オッケー、これでいこう。危ない危ない。もう緩急、ついてないのに緩急7なんだ。オッケー。最後今泉くんが締めてくれれば完璧。締めてね。ナイスナイス写真。危なげない戦いでございますね。誰か徳能ついてくんないかな。つかなかった。高野くん方もただミート A になった。素晴らしい。そんな感じで、割と3回戦まではサク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 と、順調に来れましたね。早川くんタッチ。タッチ。高野くんと早川が、なりました。ちょっと早川、どんな活躍したんだろう。秋パイセン7割だって、すご。まあ、調子に乗って使い分けてくって感じでいいかね。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。